めちゃん怒ってるね。怒ってる。まあ理由はわかるんだけど、ちょっと説明してもらっていいかな。説明するともっと怒っちゃうけどいい。ああ、もうしょうがない、それは説明しないとどうしようもないから。最近のいくまさんの時間のルーズさに私はそろそろ切れそうなのですが、今回も撮影の時間を遅刻しております。今日は本来4時から撮影スタートだったはずなんですけれども、はい、ただいまの時刻4時10分過ぎです。あのね、もう二十歳なのよ。うん、時間を守れないってどういうこと？言ってやろ、ほんと。それはまあそれが1回ならいいですよ。うん、何回目だと思ってんの。しかもさ、せめて下に来てさ、もうちょっと待ってとかなら分かったけど、今何してます、いくまさん？寝てます。そうなの。まあね、たまに昼夜逆転しますので。うん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 。けど私今日確認してるの。昨日は何時に寝て、今日何時に起きたの、うん、って朝。うん、そしたらもう昨日は私より早く寝てたと。あ、そうなんだ。だんだん朝8時とか、おうおうおうにの前には起きて、まあ今日じゃあ大丈夫だねって。おう、だから4時から撮影するよ。うん、ちゃんとそこまで言ってます。ただ俺お昼寝大好きだからなって笑っては言ってました。ということで、はい、今回は企画を急遽変更します。本来撮りたいのあったんだけどね。切れます。え、切れる？私切れます。まあ、あの子が今後ね、ちゃんと社会に出た時に時間を守れない人間がいかにダメか、はい、それを分からせるためには厳しく言わなきゃいけない。なるほど。じゃあこれ隠し撮りしとく？する。まあ、言い訳苦しい映像にはなると思いますが、はい、毎回と同じであれば、目覚ましをかけたら1時間ずれてました。よく聞く、その言い訳。よく聞くよね。ごめん、消してまた寝ちゃった。何度聞いたの、うん、ということで、証拠 VTR としてこの動画は撮っときたいと思います、私。わかりました。やっぱり動画の趣旨を説明してたら余計ムカついてきた。あ、怖い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 。素直らしてくれる。なんで俺に？遅刻ですね。すみません。私は何時って言いましたっけ？4時です。遅刻多くないですか？間隔は割と短いよ。で、なんで今日は起きれなかったのかな？3時半にタイマーをセットし、一度起きて。いや、ちょっと今日外で5時半前の1本撮りたかったけど、今からだと間に合わないから行けないんだよ。こう夕方から時間がすごいないっていうのは分かんない、うちらにとって。うちらからとってこの3、40分で編集がどんぐらい進むかとか、やっぱそういうレベルになっちゃう。そういうの何も考えてくれてないってことだよね。まあちょっとたまにはジャンキーもガツンと言ってもいいんじゃないですか。確か多いなとは思う。あとね、いつも同じ理由というかさ、ミスというか止めちゃってまた寝ちゃったとか、そんなんばっかだからさ、なんかあんま響いてないのかなみたいな風には思っちゃうね、どうしてもね。ちょっと今日の企画はどうしてもやりたかったんだけどね。うん、明るいうちに。本当に今日の企画はちょっとあの事前にお金もかけちゃってた動画なのよ。まあまあ事前に言っときゃよかったんだけど、まあすぐそこにさ、レンタルスペースみたいなとこ見つけてさ、もう払っちゃったんだけど、まるまるだから8万円無駄になっちゃったからさ、ちょっとそういうのもちょっともったいなかったなみたいな。まあでもね、いっくんから8万円もらえればそれは解決だけどね。さすがにでもそれ無理でしょ。それは全然払わせていただきます。俺が払うよ。まあ予約したのジャーキーだから。そう、撮影にならない消費税だけちお願いしてちゃう。全然。いやいや、逆に俺8万円の方。いや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 、俺が勝手に予約したんだし。もう舞ちゃん言ってたのよ、いっくん起きてくるか分かんないよみたいな。いや起きてくるでしょってさ。まあいっくん信じた俺がバカだったっていうかね。でも撮影にならないものは経費にはならないからね。そう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 、自腹にはなっちゃう。まあ俺の預金残高さ、今9万6000円なんだよ。うん、まあ、今月まだあと20日ぐらいあるけど、だから今日あのさっきマミマート行ってね、あんまやりたくないけど、こんなこと。パンの耳とか、もらって。
僕笑われたし、本当に反省してるの。こっち来いよ、行くか。意外にしろよ、本当に。いや、今の本当、眺ましただけでぶっちゃけすげえ怒ってるから。そのパンの耳の話は嘘だけど、八枚の話は本当だからね。どうしたら治ると思う、自分で分かるでしょ。例えばだよ、いや、もう目覚まし止めちゃうんでしょ、自分で。スマホでしょ、どうせアラーム、うん、スマホに草屋乗っけとくとか、もう他にも、まあ、ベッドで寝てるわけでしょ、寝心地いいからそうやって寝ちゃうんで。ベッドにさ、ローション塗れよ。ローション寝づらいだろ。そうだ、ローション塗れよ。ローション、なんでローション、どうすんの。じゃあもう今後こういうことが起きないためにどうすんのって聞いてんの。撮影ローション塗れよ。撮影の前に寝ちゃいそうだなって時は、ベッドにローション塗って、スマホの上に草屋乗っけといて、しかも草屋は常にこう瓶から、やりすぎだよ。そこまでやれっつってないだろ。でも言ってもさ、草屋って食べ物じゃん。それは粗末にしていけない、ね、反省にはならない。食べ物じゃ反省にならないか。だって慣れてしまえば、もしかしたら美味しい匂いに感じるかもしれないわけじゃん。盲点だ。そしたらもうジャッキーの脱ぎたての靴下だ。それをスマホの上に置いて寝る、スマホ出して。あ、ちょっと2回、じゃあ手出して。毎回撮影後に脱いで帰ってもらって、心から嫌なものを与えないと罰ゲームだ、心から嫌なものなのかな、心から嫌なものを、でもまあそれで起きるんだったら、いいいいと思う。脱ぎたての靴下だろう、パンツだろう、全然置いてどうしてもらおうかな、明日から。そうだね。で、一回聞くよ、いっくんの意思も。そうだね。8万円を自分で支払う。ジャキーの脱ぎたて靴下を毎晩スマホの上に置いて寝る。どっちと。でも反省してるから、どっちもかなっていう。こうやっぱ、まあね、もういくも二十歳になっちゃった以上ね、責任感っていうのはやっぱり今まで以上には持ってもらわないと困るから、まだまだ優しいかもしんないけどね。いっくんが一人で頑張ってもなかなかこれって難しいことだと思うね。周りの協力が必要というか。で、まあ俺はさ、舞ちゃんも、まあ、同じようなことをした方がいいと思うね。ってことは俺の靴下を必ず嗅いで寝るっつうの。いやだ。なんでよ。私だって遅刻したことないもん。いやでもさ、それはさ、違うじゃん。それは親子として、それは協力しなきゃダメなとこじゃないの。協力するのが今日何時に起きたの、じゃあできるねって、いっくんの都合を聞いてスケジュールを立ててることじゃん。いや、そうかもしれないけど、それだったら、俺でもそれは手伝うことできるけど、まいちゃんができることって靴下買うことじゃないの。違う。私は、できない。死なないとあなたの靴下は触れない。生きてる間は無理。申し訳ないけど。もう今そうやって落としてるのも深い。知ってる？引っ越し業者さんとかって、その人の家に上がるとき新しい靴下を履いて上がるんだよ。それをしてほしい。これからは靴下は必ず新品のやつです。100均でいいと思うから。そしたらジャキーの方が反省しなきゃいけないかもね。でもそれ、その罪って、俺はどうすればそれを改善することができるの？もちろん8万円、まあ分担でも。まあ、1個の消費税だけでになったら8万円払ってもらって、靴下は毎日買い替えてもらって。いや、まあでもローションも反省してるねえ、よく言えるね、ローションとか。こんだけ遅刻してんのに本当に反省してんの。はい、それは、はい、ちゃんとカメラに向かって反省言葉言って。申し訳ございませんでした。気づいてる。いつから気づいたん。あっ、家に行った時にジャンキーが普段ならちょっとこんな感じの言い回しになるかなっていう、なんか変な違和感がシュッと出てきて、本当に無条件にカメラを探しちゃって
聞いてください。反省してる気持ちはこれが本当なんですよ。お前反省してねえな。違う、あの企画とか関係、あの関係なしに、あの反省は本当にしてるんです。ただカメラ見つけた瞬間にあっっていう気持ちはあって、やっぱりため息とかが多かったので、ね、ローション塗れよとか。そっかそっか、まあまあ気をつけろよ今後はな。うん、よし、待ちなさいよ。どうしたの？この企画を台無しにしやがる。ちょっと何が、座れ、落ち着いて。ちょっとカツ入れてもらっていい？ドッキリのたびに結構毎回バレてるよね。え、なんでバレてるかは分かってる自分で。はい、演技力がないからじゃない。はい、で毎回ハーと色々こういうのやめろって言ってるけど、まだ治ってない。もう、え、どうやったら治る？いや、わかんないです。いや、わかんないんですもん。ローション出れよ、出れよ。一回、ローション買ってくれます。今すぐ買ってこい。はい、すいません、ローション買います。いや、おかしい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 でしょうよ。本当にすいませんでした。うん、インスタやってるよね。よろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。インスタね、イッグの方もやっているので、そちらもぜひぜひ見てください。やべ、更新しなきゃ。